こんにちは、速稼塾の久保です。ちょっと気になるメールが来たんですね。それがですね、申請者情報削除のご確認ということだったんですよ。で、冒頭でですね、この法務省登記って書いてますので、まあ公の機関なのかなと思うじゃないですか。で、さらにね、まあ文章続いて URL があるわけなんですよ。で、私がちょっとピンときたんですよね。この申請者様って何だろうと。というのが、本当にこういったところに以前ね、私がアカウント作ったとしたら、ここに名前が書いてあるはずですよね。でも今回名前がないわけですよ。で、まあ私がね、なんかここと関わりがあったかのような文章を書いてますけども、どうも心当たりがないと。で、文章の書き方は、まあなるほど、行政機関から送られてきそうな固い文章だなと思うんですけども、具体性がなくてね、一体どんなものを、サービスを提供するところなのか全くわかんないんですよね。まあですんで、これは、インチキメールだなと思いました。そして、こちらです。メールアドレス。これも妙ですよね。こんな形で送られてくるかなと思ったんですよ。それでですね、こちらの申請者情報削除のご確認っていうところと、あと、法務省というところですね。この二つを検索にかけたわけなんですよ。そうすると面白いことがわかりました。こちらです。こちらのサイトに行き渡ったんですよね。フィッシングメールへの注意喚起というタイトルで書いてますね。で、ここに、例えばこんな文面で来ますよっていうのが結構似てるんですよね。さっきのと。こういうふうに。こんなふうに書いてますよ、と。で、こういったところにさっきのメールにね、エントリーしたら何が起こるのかわかりませんけど、URL は一応私タッチしてないわけですよ。ごめんください。URL を見るとね、登記教託オンライン、MOJGOJP、 得体の知れない URL ですよね。で、先ほどのこちらですか、フィッシングメールを警戒させるような注意文章。なるほどね。ちょっと別のところも見てみましょうか。あ、ちょっと切れちゃって申し訳ないんですけども、上から3つ目、やっぱこれですね。何でしょうね。ちょっと妙だなと思いますね。で、これですね。この人のブログ。怖いメールが来たらすぐ削除せずに、デバカメしたくなったって書いてます。あなたは次のメールが来たら怖く感じませんか？あ、これですね。同じですね。まあ、こういったメールが来た時に開かずにすぐゴミ箱。どんな詐欺方法か知りたくなる。みたいなことを書いてます。法務省からだってもう少し表現を考えてメールを送ってほしい。まあ、確かにね。で、内容は、こういう風な感じです。1年使ってないので、登録申請者 ID を削除します。書いてるんですと。で、無神経なメールタイトルと発信人名に驚愕しました。なるほどね。まあ何も書いてないですね、これ以上はね。というところでね、ちょっとこのメールだけでは、怪しいんだけども、判断が難しいなと思いましたんで、これはね、でも、あれですよね。送られてきた、何これ、法務省登記、教託オンライン申請システム。なんでしょうね。これで検索してみたらどうなるんだ？ありえなくはないんですね。どうも。どうもありえなくはないんですけども、妙な感じがしますんで、ちょっと URL はクリックしないでおきましょう。このぐらいの警戒心が必要ですよ。
本当にここでアカウント作ったんだったら、ここに私の名前が書いてあるはずなんですよ。で、本当に法務省関連のこういったね、行政の窓口から来てるとしても、このね、メールの送り方はあまりにもセンスがないですよね。というところで、一つ一つメールはこうやって親と思う気持ちが大事だよっていうことでございました。はい、じゃあ以上です。